Bye.
遅いよ時間が落ちたの今はもう無理だよ何度もしたけど今はもう遅いよ
してあげるよ。
髪型も指定しました。そう、指定しました。
くない？やばくない？髪飾りが手作り、ひかりちゃんの。でなんかね、しかもね、参考画像で髪型をちゃんと送ってくれて、純喜のハーフツインなんでめったに見れないよ。ありがとう。もうやるつもりじゃなかったんですけど、ひかりちゃんがね、今日はひかりちゃんに全部イエスマン。そう、イエスマンだから、もうこれってやったら、はい、やります。そうやります。ひかりちゃんのその髪型は？これは犬です。このイラストと。あ、本当だ。光らない。でも今日光ってるね。かわいい。かわいい。大丈夫。緊張してた？はい、緊張。まだまだ始まったばかりなので、あの次の曲も行きたいと思います。あI'm gonna make you mine.
たから結び直すのは何だってなんだよ。人とのつながりもまたしっかり
かケーキがいつもなんかお米だから、うん、確かに、あ、だからだ、なんかオレンジ久々に見たなって。いつも寿司とかだったよね。これお米なの？あ、去年か。あ、やばい、生クリームのお米やばい。お寿司ケーキがね、かわちぃ、かわいいね、嬉しい、めっちゃいい、なんかマットな感じが。じゃあせっかくので写真撮りますか。カメラマンさんは到着しているのでしょうか。走ってるの、カメラマンさん。じゃあひかるちゃんのソロから。はい、そうね、どうしたの。あ、でもソロだからお客さん映っちゃうかな。一旦ひからないのかな。あれ、あ、これ大丈夫ですか、外れないやつ。過去の。いつもはメンバー先行ってるかな。メンバーも。でもこのまんま行ける、行けるか。お花が。みんなも撮りたいんだよね。一旦メンバーもいるやつ撮ろうね。じゃあ一回し、あ、お、こっち行けそうだね。もうちょっと前に出すか。確かに。後でどうせ前出すから前出しようか。犬の毛落ちてる。犬の毛が。どっちから行く？じゃあこっちから行こうか。はい。撮ってね。今度そっち行きますよ。どうぞ。2、1、はい、じゃあラスト真ん中行きますか。みんなとも撮りますか。ケーキを抱えてほしいらしいが、いけるか。ガチャ、ナナコちゃんいきますか。やばいやばい。確かに。じゃあ、あずちゃんとか持ちますか。あと、ハンナ人とか。ナナコちゃんいけるか。不安か。でもあずちゃんも結構やらかしそうだよね。まあ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 、落とさないうちに撮りましょう。じゃあみんなおやすみとか、オレンジあるよって方をあげたりとか。おやすみ知らない。おやすみ。タオル逆だったりするからね、気をつけてね。あ、いいじゃん、オレンジ結構あんじゃん。後ろの人は上にね、あのひかるちゃんカタツムリとかもよく作ってるから、カタツムリを上に掲げたりとかもいいと思います。いきますよ。
3、2、1。大丈夫ですか？もう一回いきます。3、2、1。ありがとうございます。すごいさ、お客さんの席がさ、夕焼けみたいでめっちゃ綺麗なんだよね。え、ね、オレンジだとなんか夕焼けに見える。夕焼けなの。じゃあちょっとお礼言いますか。ありがとうございます。おめでとうだね。じゃあ改めて全員でお願いします。せーの、おめでとう。みんなも休めたんじゃないかなって思うので。優しいからね。後半戦も行けます。あー、終わった。もう一発家行く？みんな盛り上がっていけるよね。後半戦も盛り上がっていきましょう。ダンスインザライン。探してよ、探してよ、せっかく場所に優しいショット。
ここまでありがとうございます。無理た瞬間、はい、これで最後の曲です。パートタイムドリーマだ。誰だ？誰だやばい。
みんな気づきましたか、マイマイ様。動物でいっぱいだったでしょう。本当ですか。でもすごいファンの方が笑顔になってて、素敵だなって思って、ね、なんかさ、これめっちゃいいね、癒される。なんかふと思いついた、うん、これだったらいいなみたいな最近選んだ動物言ってく。私キツネでした。よっちゃん。私ハリネズミでした。エマはオオカミ。アザラシ。ユーナは猫です。タマはシロクマ。ムギタは犬です。どう、ひかるちゃん、やりたいこと全部やった？全部やりました。生誕祭にしたくて詰め込みすぎてテンパったりしたんですけど、なんか無事みんなと一緒にできてよかったです。ありがとうございます。みんな、ここかなってとこで、開けといてください。お願いします。お願いします。そしてね、うん、白のキャンバス現在全国ツアー中なんですよね、うん、明日、なんと福岡に行きます。もう残り2公演となって、ね、うん、福岡と、そして6月28日ツアーファイナル東京だけなので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいです。ツアーファイナルは六本木 EX シアターで行います。ラストライブの詳細も発表させていただくので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは以上、私たちマッシュルームキャンバスでした。ありがとうございました。